皆さんこんにちは。 D1GP に参加しているバリのドライバーの上岡勝弘です。今日は自分の愛車の GR86 にシルクブレイズスポーツさんのエアロを装着したので、この特徴を紹介したいと思います。なぜ今回 GR86 にシルクブレイズスポーツさんのエアロを装着したかというと、他の私の車にエアロをつけさせてもらった時に、まずフィッティングが素晴らしくいい、純正よりもいいんではないかというぐらいのフィッティングがすごく良かったので、まずそれが1点。2つ目は GR86 はスポーツカーなので、スタイリッシュさであったり機能面っていうのを重視してシルクブレイズスポーツさんのエアロを装着いたしました。このリップスポイラーは3センチから5センチぐらい出てるんですけど、空気の入り込みによる整流をいかにさせるかっていう部分で、前から見てもらったら分かると思うんですけど、真ん中を2センチほど立ち上げて仮面に空気を入れてダウンフォース、吸い付きを発生させるようになっております。サイドステップなんですけど、90度に立ち上げているわけではなく、斜めに立ち上げてるっていうのは、下から入ってきた風を外にタイヤの方に直接当てないような工夫がされていると思います。リアウィングなんですけど、お尻がすごく安定してて、まあ50キロ60キロではちょっと分かりづらいんですけど、高速道路を走るとか、スポーツ走行をやるっていう部分に関しては押さえつけてる感覚が増して、すごい安心してアクセルを踏んでいきます。リアディフューザー、前から入った空気が後ろから抜けていくんですが、このエアロがないとバンパーの中に風が舞っていったりとか、パラシュート現象で引っ張られる感じがあるんですけど、サーキット走行で走った時に車速が若干ですが伸びるような感じで整流させてるっていうのがよくわかります。見た目は今回自分の車って車高を純正と一緒で下げていないんですけど、車が下がってるように見えるのですごく満足してます。 D1GP とかでは機能面ばかり優先してデザイン性などはあまり気にはしませんが、今回 GR86 につける自分のエアロであれば、デザイン性であったり機能性、まあやはり見た目を重視したりとかしているので、このシルクブレイズスポーツさんのエアロ、こちらは両方兼ね揃えているエアロだと思うので、ぜひ皆さん体感してみてください。Heck.